とっこべ虎子。その2。宮沢賢治朗読山本ペロ。皆さんこんな話は一体本当でしょうか？どうせ昔のことですから、誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか？どうしてって？ 私はその偽の方の話をもう一つちゃんと知ってるんです。それはあんまり近頃起こったことで、もうそれが嘘なことは疑いも何もありません。実は、ゆうべ起こったことなのです。さあ、ごらんなさい。やはりあの大きな川の岸で、狐の住んでいたところから班長ばかり離れたところに、平イという人の家があります。

うん、かつお節が仲裁に入った。ははは。それからどうした？うん。すると、かつお節が。うい。ころは元禄十四人。おいおい、そらなんだい。いん。何にさ。かつお節らも節ばかり。ははは。 まあ飲めさあ一杯なんて大騒ぎでしたところがその中に一人一向笑わない男がありましたそれは小吉という青い小さな一番の百姓でした小吉はさっきから怒ってばかりいたのです大勢おら下座だっつうはずはんまはっおわんぬふざがげでる ゆえはなばやばやの目玉は白くてギロギロとってもさがずき起こさないえい、ー、くそうもすくもないとうとう小吉がプイッと座を立ちました平門が「待て待て小吉もういっぱいやれ待てったら」と言っていましたが小吉はプッと下駄を履いて表に出てしまいました。 空ががよく晴れてて日の月がその月そっぺんにかかりました小吉が門を出ようとしてふと足元を見ますと門の横の田の黒に疫病よけの源の大将が立っていましたそれは竹半藩士を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものです その源の大将が青い月の明かりの中でことさら顔を横に曲げ目を怒らせて小吉を睨んだように見えました小吉も怒ってすぐそれを引っこ抜いて田の中に投げてしまおうとしましたがにわかに何を考えたのかにやりと笑ってそれを道の真ん中に立て直しましたそしてまた一人でプン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 言いながら 二つの低い丘を越えて自分の家に帰りお土産を待っていた子供を叱りつけて黙って床に潜り込んでしまいましたちょうどその頃、平門の家ではもう酒盛りが済みましたのでお客様はみんなでご馳走の残りを藁のつとに入れてぶらりぶらりと下げながら三人ずつぶつかったり四人ずつぶつかりあったりして 門のところまままで出ていりました。縁側に出てそれを見送った平門はみんなに別れの挨拶をしましたそれではお気をつけてお土産をとっこべトラコに取られないように <laughs> お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しました。 ははは、<laughs> トッコベトラコなら俺の方で取って食ってやるべ <laughs> その言葉がまだ終わらないうちに寝室鬼没のトッコベトラコが門の向こうの道の真ん中に真っ白な毛を逆立ててこっちを睨んで立ちました、はあ出た出た逃げろ逃げろもう大変な騒ぎですみんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました 平門は手早く投げしから薙刀を下ろし鞘を払いものすごい抜き身を振り回しましたので一人のお客様は危なく赤い花を切られようとしました平門はひらりと縁側から飛び降りて裸足で門前の白湖に向かって進みますみんなもこれに力を得てカサカサした時の声を上げてケーキをつけぞろぞろついていきました さて平門もあまりといえばありありとしたその白狐の姿を見ては怖さが喉までこみ上げましたがみんなの手前もありますのでよっと一声切り込んでいきました確かに手応えがあって白いものはなぎなたの下でプルプル動いています「しとめたぞしとめたぞみんな来い!」と平門は叫びましたさすがは畜生の悲しさ もろいもんだとみんなはよろこびさんできつねの死骸を囲みましたところがどうです今度はみんなはかえってぎっくりしてしまいましたそうでしょうその古いきつねはもう身代わりに疫病よけの源の大将などを置いてどこかへ逃げているのですみんなは口々に言いました「やっぱり古いきつねだなあ。 まるで目玉は火のようだったぞ。おまけに毛と言ったら銀の針だまったく争われないもんだ口が耳まで下けていたからなたたられまいが心配するな明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしようみんなは帰る元気もなくなって平衛門のところに泊まりました 源の大将はお顔を半分切られて月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました夜中になってからとっこべトラコとそのたくさんのかわいらしい部下とがまた出てきて庭に放り出されたあのお土産のわらのつとカサカサ引いた「たすかにその音がした」とみんながさっきも話していました 絵本の時間お休みの前にどうだったかな明日もにっこり笑顔いい一日で過ごせますようにおやすみなさいこの番組は川崎の企業とママの架け橋にストーリー株式会社の提供でお送りしましたもう一度働きたい子育てしながら仕事したい そんなママたちと企業をおつなぎします空いた時間ちょっとだけ働きたい在宅で働きたいママたちの活躍の場がきっとある川崎の企業とママの駆け足ストーリー株式会社。